皆さんこんにちは、くじろくろです。禁断のタイ人との二人旅、ザマミ島から沖縄本島に戻ります。旅行を始めて5日目、本格的な雨に降られたのはこの日が初めてです。ペンション高月さんの車で港のね、フェリー乗り場まで送ってもらいました。ここフェリー乗り場の館内は実はホエールウォッチング協会の事務所にも兼ねていて、いろいろね、ザトウクジラが見られる、そういったね、ザマミ島、そこの要はね、情報発信基地も兼ねてます。よーく見ると防波堤のところにザトウクジラのモニュメントがありました。もうちょっとね、近くで見たかったですが、そうこう行ってる間に一回り小さな小型船が入港してきました。この船、ザマミと赤を結ぶ定期船、三つ島っていう船になります。実はこの三つ島、なんとサンゴ礁に座礁したっていうね、ニュースが流れてきて、今は運休してるようです。そんなこともあるんですね。びっくり。クイーンザマミがね、港に入ってきました。ちょっと変わった形のクイーンザマミ高速艇です。乗船券はあらかじめインターネットで予約しており、1人6180円、これ往復料金です。乗り心地もよくって本当にね、快適。まあぜひね、ザマミ行くなら高速艇乗るべきかなと思いました。まあ中の様子、ご覧のような感じでね、もうバンバン水しぶきがもう窓にね直撃っていうような感じです。お客さんの数ほんと少なくてガラガラ。行きはチューハイ片手のね、なんか変なカップルとかも多かったですが、帰りは割と時間帯にもよるのかな、マナーのいいお客さんが多かったです。そうこう行ってる間に那覇の泊まり港に到着します。港に到着し、一旦那覇の空港まで行く必要がありました。なので今回ね、雨が降ってたっていうこともあってタクシーに乗りました。渋滞もありましたが、料金2200円、ちょっと高めでした。那覇空港に戻ってきた目的、それはレンタカー会社の人にピックアップしてもらうためです。今回使ったレンタカー会社、ハローレンタカーさんです。利用者の多くは外国人の方ばかり。今回ね、私利用した車、新車の軽自動車です。2日間で 13,409 円でした。インバウンドで訪れる外国人のお客さん、結構レンタカー借りてました。しかも普通車で、結構ねグレードの高い車借りててびっくりです。ちょうどねお昼っていうこともあり、途中のね伊ゲサービスエリアで昼食を取ることにします。以前ここね、なんか来た覚えがあるんですが、外にもねメニューが書いてあって、沖縄そば食べてみようと思います。食券を買ってのセルフサービスのお店です。私が注文したのは沖縄そば、そして彼女の方は沖縄そば定食です。2人でね、ちょうど2000円でした。口に合うかどうかわからなかったのでね、シェアしながら食べました。私は美味しかったんですが、彼女の方はね、どうもちょっとこう出汁の風味あんまり好きじゃなかったみたいです。お腹も膨れたところで美ら海水族館目指します。途中ね、基地を建設するためのダンプかな、なんかちょっとね沖縄に似合わない、そういう場所もありました。そして間もなく水族館到着ですが、途中コンビニで安くね入場券購入することができました。ぜひね、行かれる方コンビニ利用おすすめです。14時10分、海洋博公園
美ら海水族館に到着です。この場所、1975年、沖縄海洋博っていうね、万博が開かれた場所で、私ね、うっすら記憶してます。今からちょうど50年ぐらい前だよね。私が小学校の時に、ここに行ったよっていう友達がいて、なんとも羨ましく思った記憶があります。そして、あとね、うちの父親がね、コインを持ってたんですよね。沖縄海洋博の100円玉記念硬貨です。メルカリでも売られてました。雲行きが怪しいですが、なんとかね、雨降らずに持ってます。本当はね、天気がいいとスカイブルーで映える写真たくさん撮れるかなとは思うんですが、沖縄はもうこの頃からね、梅雨の走りだったかもしれません。やっとね、沖縄美ら海水族館の入り口到着です。入り口の方、このね、エスカレーター降りた先にあります。周り見渡すとね、ほんと外国人観光客のお客さんばかりです。そしてこちら、タッチプールですね。直接こう触れることができるっていうけど、触っちゃいけません。サンゴ礁、そしてカラフルな熱帯魚の数々。見ててね、ほんと飽きないなっていうふうに思います。名古屋にも名古屋港水族館っていうね、非常に立派で見応えがある水族館あります。まあそことね、比べるとって言っちゃ悪いですが、まあでもね、見せ方こちらも素晴らしい、見応えあります。そして彼女はっていうと、熱心にね、写真撮りながら、あとね、ビデオ通話してました。田舎の家族とね、電話してました。個人的に好きなのはこういったイソギンチャク系、あとチンアナゴね。変わった海の生物、見てるだけで不思議で面白いです。そして目玉といったら、なんといってもここの大型水槽、マンタが悠々自適に泳ぎ、そしてジンベエザメが泳いでる。ここでね、結婚式も挙げられるそうです。リンク先ね、貼っておきますので、興味があれば見てください。ちなみに自慢じゃないですが、私、フィリピンでジンベエザメと一緒に泳いで、なんと食べられそうになってしまいました。びっくりしたよ、この時は。ほんとすごかった。座間味島ではウミガメに残念ながら遭遇できませんでしたが、ここ美ら海水族館で会うことができました。よかった。不安定な天候で風も強く、ちょっとね、雨降るかどうか心配でしたが、なんとか持ちました。よかった。次の目的地に向かいます。まっすぐ続く長い橋、ここ氷大橋って言います。美ら海水族館から車で10分15分ぐらいの場所にあります。橋を渡り切った対岸の島に到着しました。こちら無料の駐車場も完備されていて、白い砂浜も広がってます。
こちらは遊泳ができる場所ではありません。ただ単にね、降りて歩くっていうところで、実際に泳げる場所の方はこちらになります。V が浮いてる場所、そこのね、限られた範囲であれば泳ぐことができます。まあなんといってもおすすめは写真を撮ることかな。橋を入れ込んで撮影したりとかね、いろんなねポーズ撮りながら、いろいろ角度変えながらで何枚か撮ってみるといいと思います。この日最後の観光の締めはハートロックです。先ほどの郡大橋から車で5分10分かな。JAL のね CM でも取り上げられた場所で、知ってる人も多いかと思います。まあただ単にこう何岩があるよ、その形がハートに似てるよっていうね、そういった岩になります。ただ何年かするとこれ崩れちゃうんじゃないかなってね、今が見どき、そう思います。この日泊まった宿はハイチューハウスです。ブッキング .com から予約して一泊朝食付きで1万900円です。旦那さんが韓国人、奥さんが日本人、そのねオーナーさんが経営されてる宿で、なんともね可愛らしい宿でした。おっさんはちょっと浮いちゃうかな。夕食は宿の近くになかったので、イオンまで出かけて食事です。こちらもうまかった。五穀さんありがとう。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、励みになります。それではまたね。